はい、どうもお疲れ様です。株式投資に縁遠いとお思いの皆様、実はものすごく身近にある、これをね、今回の株1年生で皆様にお知らせ、そして私自身がゼロから実践しようかと思います。まず株式を身近に感じるためには、株の購入にはそんなに大きなお金がいらないっていうものを見つけることが大切です。その次に、どんなリターンがリスクなく安定して得られるのかっていうことを知るのが2つ目のポイントだと思います。今回はですね、投資金額5万円以下の人気ランキングというサイトが、この民株ですか、民株というところでね、紹介されてますので、こちらから探っていこうと思います。まず一番最初に興味を持ったのが NTT の株なんですけども、これね、100株持たないと株主の優待券が発生しないんですよ。優待券ってのは、株券を持ってるだけで無条件でもらえますよっていう風なね、まあそんな特典なんですけども、なんとね、 NTT の株って高そうに感じるでしょ。でも100株保有してなんと1万7000円です。つまり1株あたり170円、ペットボトルの水みたいな金額で、実はね、1株って買えるんですよ。で、最低株100株を持たないといけないんで、1万7000円が必要なんですけども、この1万7000円を投資して100株持つと何が起きるかっていうと、 D ポイントが付与されるんですよね。だから D ポイントでね、普段ポイント貯めて買い物されてる方とか、この NTT 株を買うだけで D ポイントが定期的に付与されますんで、お得でしょ。確かね、1500円だったと思うんですよ。で、細かくはこれからね、一つ一つ見ていかなくちゃいけませんけど、今日は概要です。二つ目に狙いたい株なんですけども、ノバレーゼっていうところですよね。証券番号は9160です。この4桁の数字が大事です。どんなものがもらえるかっていうと、カタログギフトとか食事の割引券なんで、おおよそこれが必要ないよって方はいないと思います。その前に、ノバレーゼってどんな会社なんでしょうね。私知りません。まあいいや。で、ここも100株は最低持ってくださいよっていう優待券についての条件なんですけども、100株持っても3万5000円ですよ。まあなんせ今回紹介するのは5万円以下でも持てる優待券付きの株ですからね。3万5000円だったらなんとかなりそうですね。で、ここもちょっと使ってみたいなと思います。カタログギフトね、食事の割引券。ただ株を持ってるだけで食事がタダでもらえるんだったらいいですよね。で、株って売ればまた3万5000円戻ってきますから、まあその時の相場にもよりますけどもね。今回は株を売買するためのその利益を狙ったりとか、損失に一喜一憂するもんではありませんので、あくまでも優待券っていう、もう確実にもらえるやつをね、狙ってますんでね。次、日本和装ホールディングスね、第3位の人気です。2499、これクオカードがもらえるらしいですね。で、創業40年記念優待ということなんで、そんなに長い間この特典はないと思いますけども、クオカードです。いくら分もらえるのか分かりませんけども、3万7000円でもらえるということですね。次、アステナホールディングス、自社グループ商品ということなんで、アステナホールディングス株式会社ですか、この会社の商品がもらえるそうなんですけども、 4.9 万円、ギリギリ5万円いってないですね。で、次、あと2社ぐらいいきましょうか。フィルコン、フィルコンは何だろう、知らないですね。これ4万6000円でクオカードとかワインがもらえるみたいです。次がですね、タメニーってね、知らない会社ですね。ここ100株買っても1万円です。自社サービス利用券。なんかサービスが利用できるみたいです。これを機会にタメニーっていう会社のね、常連になってもいいんじゃないかなと思いますね。はい。その他、自社商品がもらえるよ、2万円。優待品交換ポイントがもらえるよ、3万1000円。お食事ですよ、3万3000円。カーチスホールディングス。これもよく知りませんけど、車の会社ですか？ 1万9000円で買えます。ね。ストリーム。これもなんかがもらえる。株主優待割引券ですか？ 1万1000円。ね。割とほら、10万円あったら何社か持てそうですね。これね、3000円ですよ。一株でいいらしいですよ。これは入っててもいいでしょ。これ3000円ですからね。これも総額1万円で優待が受けれる。4万7000円。1000円で優待が受けれる。小僧寿司？小僧寿司、そうなんだ。まあ、こんな感じでね。まだまだありますよ。まだまだある。
このね、民株っていうところを検索して5万円以下の株式、こちらの方を購入して株1年生の入学式を始めてみるっていうのはいかがでしょうか。ちなみにまだ私株式市場のね、証券口座作ってません。まだ見てね、こうやって優待の見比べてうようよしてるところでございます。はい、これだったら皆さんと同じ目線でスタートできるんじゃないですか。はい、それではね、よろしくお願いします。